今日は米という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目は左上のこの四角の中に点を書きます。2画目は1画目の書き始めとほぼ同じぐらいの高さで、次は左払いします。3画目は長めの横画を書きます。この時にこちらとこちらの余白を同じになるように書きましょう。4画目は縦の中心を通る長い縦画を書きます。5画目は3画目と4画目の交わったところから始まって左払いします。最後7画目も3画目と4画目の交わったところから始まって今度は右払いします。ポイントとしては縦の中心と横の中心をしっかり見ながら書きましょう。1画目、2画目、4画目、5画目、6画目が全部この中心を基準に書かれているので、中心を気にしながら書いていきましょう。